まあでもいい作戦だったな、ミックス。いや、そうだよ、うん、バレずにここまで来れた。うん、海の中が一番バレないんだから。あとはこの街に溶け込めるかどうかだぞ。そう、なんか拷問とか受けてなかったか、ゆうこさん大丈夫か。この街で、いや、全然元気そうだった。よかった。もうなんかこの街のマップとかいろんな情報を集めといたみたいな、うん、おお、さすが先輩。できすぎやな、あいつ。やっぱできすぎな話きた。さすが先輩ね。ランク6ね。おい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 、この町運転終わってんな。おい、俺らの町なら死んでるぞもう、お前。それスケボーと無線買った。無線買うわ。セリザワ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 、馴染みすぎ町に。地元すぎ、地元すぎ、地元だね。地元すぎる、その走り方。すみません、すみません。第一村人と会った時どうする。俺らがでもあんま言わない方がいいんじゃないか。隣の町から海で来たとか言わない方がいいんじゃないか。まあそれはそうか。警察に逮捕されたらワンチャン密入国でしょっぴかれちゃう可能性がある。そんなに犯罪したの。パトカーがまだ30台くらい足りないぞこれ多分。俺ら来ちゃったら全然足りない。あ、また電話来た。来た。はいはい。お、車入手できたので。今ね、9072。ゆうこさんだ。6階です。ゆうこさんの声がする。9072。先輩、いやー、めっちゃいるじゃん。え、ゆうこさん、どこ、え、どこ、これじゃね、このボロボロの、え、違う、この、何色の車乗ってる。あ、あれあれ、え、もしかして気まずいやつこれ。え、違うわ、やばい、待って、違うわ。違う、やばい、第一村人に絡まれそう。違うか、違うか。大きい車、大きい車。早く来て、早く来て。なんかそれ、ゆうこさん、ゆうこさんが乗ってそうな車の色なのやめて。本当に。めちゃめちゃ乗ってそうな車の色だったよ。あ、これ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 、来た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 。どうパクったこれ。待って待って、どうパクリムディンや、リムディン。これはなんかレギオンスクエアっていうところに、うん、なんかくずしろさんって方がいて、はあ、あの貸していただけませんでしょうかって言ったら、うん、もう心よく貸してくれた上に、心よすぎね、 お金までもらったの。え、いくら、50万円もらった。なんかガソリン満タンで返してくれればいいですよみたいなこと言っていただいて、ありがてえ。親切な市民がいっぱいいる。お腹は減ってない、大丈夫。無線ある。無線ない。じゃあ買いか、やっぱゆうこさんならもうすでに手に入れると思ってました。近くにあるから買ってくる。持ってると車を取る前に無線だろ、まずは、うん、いやまあ、ゆうこさんの愛抜けてるところがいいんだよな。何お前好きなん。やめ、そんなんじゃないって。やめろって。やめろって。だから来た。そんなことない、そんなわけねえだろ。だからここまで来た。やめろよ、えぐえぐ。やめろよ。そんな話してる場合じゃないだろ。飲食店、はい、うん、行って、うん、全部奪おう。奪う。オッケーオッケーオッケー。奪う。この近くだったら、この7250のハートのマーク、これが飲食店で、とアニメイト。おお、うん、やっぱカニメイト。アニメイトってとこなんだこれ。飲食店の表記はあるけど、ちょっと行ってみたいよね、このマークな。行ってみようかな。今日カニメイト行くんだ。なんだここ。行ってみるか。ふざけた名前しやがって。ワイルド名前だよね、本当に。もしかして人いっぱいいる？なんかめっちゃ人いっぱい。やばい、待って、人いっぱいね。人いっぱいの、ちょっと大丈夫？人いっぱいいんじゃね。絶対大人気店。人気店なんやな、意外と。人気店すぎるか、ちょっと怖いか。地元に愛されすぎだろ。ちょっと怖いな。ちょっと人気店か。どんだけ地元に愛されてんだよ。ちょっと怖いな。待って待って、やばい、大事村人来る。やばい。あ、分かってる、気づいてない、多分。まだバレてない。誰だ？まだバレてない。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。ここの店員さんですか、カニメイト。すみません、先ほどこの町に来た成瀬優子と申す者なんですけども。飲食店ですよ。今空いてるマークですよね。すごいすごい。空いてますよ。はい、こんにちは。よかったらサービスしてくれませんか。サービスの一つや二つや。お前のお金で構わないじゃないですか。えぐ。お腹が空きました。お腹が空いて。お腹空いた。どうぞどうぞ。こちらが入り口になってるんで、よかったら入ってください。ありがとうございます。こちらが。わかるな。ただまたね。優しいな。なんかいい人ばっかだな。おお、まるでいい街だ。おお、めっちゃいいやん。いい店だね。何これ、おしゃれ。お客さん、大量ご案内。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。お腹が空いたんで。そうですね。え、100個 ?100 個ですか ?100 個あざすぎ。おい、最強。マジで、カニメント最高。焦れなやろがい。その通りです。カニメントガチャサービスするね。うん、いいと思う、いいと思う。やってもらおう、やってもらおう。カニメントガチャまでやってもらおう。カニメントガチャ
これね、サービス。EMC ボックス。何それな。これ、なんていうかな、ローレンです。ローレンね。はい。間違えたからダメだよ。プリズンキングです。あ、お隣ミックスやね。待って、これタダでくれんの？弟っすか？あ、はい。あの、店長からサービスで、新規住民の方とかには渡していいって言われてて。あ、そう。ありがとうございます。タコの弟いいやつやな。今怒ってます、ちょっと待って。おい、全然当たんねえぞ、この店。確率終わってんじゃねえ、これ。おい、どうだよ。言うまで早いから。タコだ、ヨーだっけ？終わってんだから、どんどん出せよ、俺。確率いじってるやつよ。エッサーで食べて全然当たんねえじゃねえ。知らない、聞いてない、説明がなってなかったよ。説明が聞いてないよ。お前、弁償してもらおうか、弁償。力意地だっけ。おい、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 ジェフリー補填しようか。いやでもジェフリーはもういらないもんね。あのジェフリーもう見たもんね、もう見たもんね。ここの斧終わってるんだよ。オーナーが悪いでしょこれ。俺が当たったら当たりってこと。弟にちょっと言ってよ、俺いる時言ってください。そう、あいつってやばい。赤ちゃんキャップだ。そうだよ、やばい。全然喉潤わねえぞこの。いや、持っとけよ。なんだこれ。売るな、本人に売るな。あれか、カロリー控えめか。クソ、全然喉潤わねえ。カロリーは低め。そう、これ原価やばいぞ、多分2円とかだぞこれ。へぇ、そう。カルリーさん、マジでこれを大丈夫かお前、すごく欲しい。これ何で直んだこれ。何が欲しい。200万コラボ、200万メニューも。コラボメニューすごくない。ま、が今日何番。今日何番。215番。215番。具合大丈夫。やめよう、215。これ二酸化炭素。どうじゃ。これはえぐいですね。どうだ。元々俺。肺が悪くて。どうしたの？どうしたの？あれ。200万。いやこれね、今出れないんだよ。出れない。足がもう固まっちゃって。足が。今日ナンバー。酸素の188です。188。すいません。やばい、俺も死ぬかもしれん。ワンちゃん。あ、治った。俺が、ファーム完了。で、ナイス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 。ゴミ拾いかん。ゴミ拾いかん。いいじゃない。ゴミ拾いに行く。でもごめん、正直やばい。あのガチャ止まらん。二回収。めちゃおもろい、めちゃおもろい。ゴミ収集をすると、土材が手に入る。お金も手に入る。なるほど。うん。多分乗れるはず。いや、一人はどこ行くんだ。確かに3人チーム1人で後ろとか後ろ乗れんの。いや、ゴミ入ってる。俺ゴミやね、その場合入ったら。乗れるっしょ、乗れよ。で、ゆうこさんそんな感じやったっけ。乗れ。格差すごっ。ほらこれとかゴミじゃんね、多分。じゃあ行ってきなさい。行ってきなさい。どこ行った。え、終わってない。90。ゴミ収集してるんすか。あ、はい、そうです。あ、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。あ、何はじめまして、なんて読むんですかそれ。あ、ローオーレンです。あ、ロ、はい、ローオーレンです。え、なんて読む。花沢丸と申します。警察やってます。あ、かっこいい。警察なのお前。
え、ちょっと、あ、お前、警察です。弟警察。弟あ、なるせ。もしかして、力士の。あ、そう、弟警察。姉ってこと、うん、うん。冴えないっしょ、あんた。え、力士さんがなんか言ってたんですか、この人のこと。なんか、あんま好きじゃないみたいな。あ、普通に裏で言ってたんですか。そうたまにメール来てた。あ、でもその弟に伝えてほしいんだけど、伝えてほしいんですけど、うん、あの後輩のくせに生意気って伝えておいてください。え、後輩なんだ。あ、そうなんだ。そう、力士くんね、後輩なのに。ランクいくつなんですか。ランク4。え、ランク4。え、4なんだ。 4の割にはオーラない。隣町の警察の4の人たちに比べると全然違うわ。オーラ1やな。オーラが1。全然。あのね、脳ある鷹は爪を隠すって言うんすよ。うん、めっちゃ本当に激寒、激寒。爪生えてねえのに。うん、爪ですよ。パチンコで言ったら絶対当たらんキャラ。ローレン、爪食い。ローレン、爪食い。激肝。いや、初対面、全然初対面です。お前さ、お前はい、警察って優しいんでしょ。優しいですよ。なんかください。俺らマジで腹も減ってて金もなくてやばいんすよ。そういう地域密着サポートみたいなできるやつがランク4になるべきじゃないんですか。形だけのランク4はそんぐらいできてましたけどね。言うと思って、もう出会うことも予想して、アイファックス23個、トランクにね、ちょうどご飯と飲み物10個ずつ入れてたんですよ、みんなと出会う。もらっていいですか、もらっていいですか。いや、食べ物持ってってくださいよ。ありがとうございます。ガチャガス、車とかってもらえないんですか。車は無理です。このヘビヤマなんですか。ヘビヤマ、これ警察用のものなんで、取らないでくださいね。ちょっと待って、取ったらまずいですか、これ。あのヘビヤマは絶対やめてください。そうなんですね、はい、すいませんちょっと待って、食べ物全部なくなってない。ちょっと待って、いや、金あるんでしょ、警察。警察は儲かりますからね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、もう帰ってもいいです。すみません、ありがとうございました。はい、このまま楽しんでください。あ、本当にめっちゃいい。俺、丸さん、本当に。ちょっと待って、はい。ヘミヤンマ取ったやついろいろな。これ、いや、もともと3枚か。いや、もともと3枚で、いや、俺の勘違いですよ、多分これ。あ、ふっかけてきたってことですか。ふっかけてきてるよ。大丈夫ですか。いや、今、検挙しようとして点数稼ぎですか。いや、違う。それで、これランク4マジか。え、てか、今さっき来たんですよね。はい。ちゃんと大型の免許を取りました。はい。はい、持ってますよ。あ、じゃあ大丈夫か。じゃあ取ってるんだ。あ、じゃあ、頑張ってください。はい、お疲れ様でした。はい、楽しみです。ありがとうございました。芹沢さん磨いてるんですよね、今。磨い、セリさんは磨いてましたよ。いや、取るわけないのに。取るわけないのに、なんでビビっちゃって。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。楽しんでください。はい、バレると。多分ポンコツだな、あれ。あいつからいろいろ奪えそうだな。え、ランク4だから結構偉い方じゃん。偉い、なんかだからあれじゃない、なんか小ずるい手段とかで4になったタイプの警官じゃない。そうだね、実力ではないね、あの感じ。行ってないぞ。行って素材を取って、また見るわ。いや、もうこれでゴーじゃない？いや、もうそれでゴーしよう。これでゴーするか。行こう。てか、この車欲しいな。普通に欲しいね。これ欲しい。え、これも、え、ランド。もらえないのこれ。誰だっけ？くずしろさん。これさ、電話番号言うからさ、もらえるか。聞いてみてください。ありがとうございますって言って切らん。あ、一旦ありがとうございますから始めた。ありがとうございましたって言っても、ローレンじゃない、そういうの大切にしますって。めっちゃその整ってて、はい、です。清潔感が良かった。あ、すいません、先ほど、車を貸していただいた、はい、ゆうこさんの、はい、の友達なんですけど、で、はい、ありがたいことに、車のおかげで、便利な暮らしをさせていただいてるんですけども、はい、とんでもないです。はい、一度ちょっとこれ知っちゃうと、この便利さというか、知ってしまうと、やっぱなかなか、なんて言うんでしょう、抜け出せないというか。なるほど。そう、この車とかって言ってるやん。そうだね、ちょっと思い入れがある車なんですよ。レースの、そう、副賞でもらったやつなんで。そうなんですね。はい。レースの、代わりに6人も出るやつ、他にどんなのあります？ラインナップというか、打線で言ったら、その今の野球での打線で言ったら4番打ってるわけです、こいつが。さすがに4番はちょっと、ね、うちとしても契約できないんで、変なわけないんだろ。下位打線でもいいんで、8人乗りで、8人乗り、はい、グレンジャーって車が、
はい、それ確か2000万とかだったの。2000万くださいくださいください。くださ い, ださいないです。ないっていうのは、はい、私できることないですお金。あ、そうなんですね。はい、ちょっと申し訳ないんですけど。いや全然ありがとうございました。本当に申し訳なかったです。本当に、また何かあった時は、はい、お貸しするのは大丈夫なので、はい、わかりました。じゃあまた貸していただくということで、はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、失礼します。失礼します。はい、直球なんだ。ダメえ、なんかどんなだった？断固って感じだったよ、割と。あ、俺はねお堅いんだ。俺はダメだった。言わせたよ、よく。いやいや、もうくずしろさんはまだ早い。クールタイム今。待って、ピストル作れるかも。もうピストル作れるよ。20じゃしか上がらない。布がないんじゃない？作れる布ある。ピストルは作っていいんじゃん。じゃあ1個弾警察から借りる。はい、あ、ね、あ、マルーンってやつ呼ぶ。ここ一旦キノコも。キノコ呼びます。キノコ呼ぶか。キノコ呼びなんだ。全員で刺す。バットが大人気だね。一旦スポーツカーから上の方たいの機械用車ライフいる。こんなちょっと待ってやばい、トランクの中身がさっきのくずしろさんへのメッセージみたいになってる。ライフライフでか車その断ったくずしろさんへのメッセージみたいな。それやばすぎやろ。もうすぐ病院だから先に起こしてもらおうか。治療費いくらになるのよ。え、これえ何、どうした？ SR 来た。お父さんがね、お父さんよかったら。で、わらしべ企画で何かがないかと。これとなんか交換できたり。はい、いいですか？わらしべやってる。うさぎさん、SR 誰が渡したの？僕です、僕です。ちょうど熱いやつあるらしいっすよ、これ。SR ありがとうございます、欲しかったから嬉しい。これ、これちょっと待って、うちさん、なんか渡したもの探してきていい？はい、ちょっと、あ、じゃあ100万円ぐらいです、あれ。熱いやつ、ちょっと。え、待って、ちょっと、ゆこさん？ちょっといい。どうした弟さんから情報。これはどうですか？キラキラ揚げコロゴ。え、ちょっと待ってくださいね。これフルカス。これ SR うさぎさんを渡したんだけど。まあ、えぐい。弟さん。まあ、えぐい。俺わかんないです、この街のことが。お前えぐい。どういうこと？わかんないけど、ガチャの SR って絶対レアなんじゃないの？そうだけど、どんぐらいの価値があるのかなって。それ病院行ってくる。わかんない。使用まで持ってくのね。すいません、これちょっと、どんなんすかこれ。え、これは高級車ですよ、一応。高級車なんだこれ。これいくらしちゃうんすか？え、いくら。え、これで、フルカスタムもしてるから、はい、1300万のカスタムと、はい、500万ぐらいかな、だから2000万ぐらい。え、反省中さん、僕に紹介したのがいいね。はい、何でしょう。今ちょっと僕この町に来たばかりです。その町から、その、はい、できればいつかはそのヘリとかその空行ってみたいなっていうので目指してるんですけど。空行くのが目的で来たんですか？あ、で来てなんかヘリとか乗ってみたくて、欲しくて、はい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 、今ちょっとわらしべ長者中で、はい、今これもらって2秒の車なんですけど、1億ぐらいするなんかその SR のあれと交換しちゃったんですよね、これ。で今ちょっと本当に、はい、誰と交換したんですか？え、SR うさぎさんってやつがあって、それを交換したんですね、これ。あー、SR うさぎさんってあの、はい、あ、結構な価値があるっぽくて、はいはいはい、それとレビスを交換したんですか？はい。へえ、バカだね。ちょっと神さん、だから本当に取り戻さないといけないんです、これ。はいはいはい、あの、俺一応この町の車が全部欲しくて。はい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 、はい、ちょっと生活してて、はい、でこの車ちょっと持ってるんですよ。一回挟んでくれれば。ちなみに何の車だったらいいんですか？逆に、いや、やっぱ俺が持ってない車ですかね。あ、じゃあ店に来ればいいですか？都度。これ何？適宜はい、いいタイミングで車になったら店に行けばいいですか？あ、じゃあわかりました。連絡先いただいてもいいですか？あ、はい、了解です。わかりました。また車になったら店に行きます。ええー、ぜひ。ありがとうございます。楽しみに待ってます。うえー、待って、車持ってない？何これ一応ゲットしたんすけど、ゲットって何？あ、今ちょうどわらしべやってて借りた。まあ、もらった。え、
だった。どうやって？けど、うん、一応 SR うさぎさんっていうのと交換しちゃったんだ。それが結構さっき撮ったやつね。なるほどね。分かんない、この街のこと詳しくないから、それいくらすんのか分かんないね、SR うさぎさんが。確かに。いや、なんか分かんないけど、人による2億まで、え2億まで勝ちあったよ気がする。まあでも、これもこれでいいのかなって、わらしべやっぱ、わらしべっていうのは、これでこっから、わらしべって、無料でもらったガチャから出てたものから、これ無料だね。ヘリ、ヘリだよ。え、あげれるよ。あげれるんだ。えぐいな、この車。はいやケツ浮いたけど今。こっからやんだよな、やっぱ。え、この車えぐ星あるし、なんか。後ろに星があるし。みんな進んでる。おえ、待ってよ。え、もう心臓がバグバグって言ってる今。まずくあるまずくある。おいひいてない。え、まだ引いてないの？引いた方がいいよ。引こうとしますよ、これ。マジかよ。引いた方がいいよ。キャップみたいなのが出ました。知ってる人おらん。一人もわからない。それはそうか。来たばっかだから。俺もそうよ、でもそれで。パッ出た！え？何？何？え？ SR 出た！何？何？ SR 何？熱い。SR キャップ。キャップ。キャップあったよ。SR キャップ来た。うわ。激アツじゃん。え、また来た。お前弟にやってんだろ、お前。おかしいだろ、お前。弟がやってんだろ。マキピさんとキャップさんのが出てる。ヒルチビーキだ、完全に。ふざけんなよ。いいな。血縁ガチャ。血縁ガチャ。血縁ガチャ。ありがとね。いろいろ違うな、意味がそれ。え、一応いくら持ってんの、今。今、400万。まあまあまあ、そんぐらい持ってるか。まあまあまあ、でもそれぐらい。木こり頑張ったしね。そうそう、木こりもやったけど、やったし。え、今ちなみにローレも俺350ぐらいやけど。あ、ほら、一緒ぐらい。カニメイトの S レアが2つある。それでじゃあもう、あれじゃない、だって2、3000万いってるみたいなもんでしょ、その SR ガチャ。ぶっちゃけそう。まだ動かせる金がないだけ。そうよね。うん、資産はやばい。まだわらしべいけんじゃない。いや、全然その SR2 枚で、マジで、うん、いける可能性ある。わらしべ2枚プラスその車。え、イグナスいけんじゃない、うん、イグナスまで行く。ハナさんの SR でイグナスまで行く。いけるやろ、イグナス。やっちゃっていい。あり。え、待って、こっちはできない、今。いいやん、でも車めっちゃかっこいいやん、めっちゃかっこいいやん、めっちゃかっこいいやん。買った。え、これいくらだった。これ1200万円。どこから湧いて出てきた、その金ちゃん。本当に。あ、缶バッジをなんか転売屋にそれより安値で売った。転売屋ってこの、え、カニメイトのやつ。うん、電気バイト。何バイトがある。マキピさんって方。マキピさん。そうで、 SR キャップさんっていうのはいらないって言われてる。なんかそれがある。お花花さんとキャップ。歪みがね。歪みまさかのキャップに。犯罪者ずっとやるのか、ギャングやるのどっちがいい。ゆうこさんは。はい、もう、はい、もう。ジャージ。そのからゆうこさんについてきますよ。ゆうこがギャングって言ったらゆうこが黒なんだよ。うん、ゆうこが黒って言ったら黒、白って言ったら白。今んとこギャング要素ないか。今んとこただの地域密着型ボランティアス。ボランティアもうなんかマッチ掃除してるし、綺麗にしてるし。ホットドッグありえん焼いてる。ホットドッグって売れてるの実際。売れてるよ結構。そうなんだ。え、まさかホットドッグの売った金で資金集めてくれてる今。ホットドッグでできるんだ俺らの血となり肉となり。そう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 。え、ホットドッグから始まってんのよ。